まずご紹介するのは、2021年11月に念願の CD デビューを果たしたなにわ男子から。二人はコンビで道長とも呼ばれています。道枝さん、長尾さんはともに2002年生まれで同じ高校に通っていた同級生なのですが、オーディションに合格した日も全く一緒の同期なのです。そんな同期で同級生の二人ですが、なぜ不仲と言われるようになってしまったのでしょうか。原因として考えられる点は二つです。一つ目は距離が近すぎたこと。二人は同期で同級生です。2014年11月のオーディションに合格した後は、同じく同期のメンバー高橋恭平さんと3人で活動していて、シンゴーブラザーズと呼ばれていました。その後芸能活動と学業を両立するため、2人は関西ジャニーズジュニアを多く在籍した高校へと進学します。そして高校在学中の2018年10月になにわ男子が結成されたのです。このように思春期、反抗期でもある時期に学校でも一緒、仕事でも一緒という状況が2人の仲を少しずつこじらせることになったのかもしれません。2つ目は2人の根本的な性格の違いです。道枝さんはジャニーズの先輩からも関西人らしくないと言われるように、ややおとなしい性格です。一方長尾さんはグループの末っ子ということもあってか、元気で明るく賑やかな性格です。そんな長尾さんですが、過去配信された YouTube の動画で、母親や地元の友人と話すときは生きりがちとメンバーに暴露されていました。おとなしい性格の道枝さんと賑やかで強気な長尾さん、このような点でも二人の相性はあまり良くないのかもしれません。とはいえ、なにわ男子はまだデビューしたばかりのグループで、これから二人が一番の仲良しコンビになる可能性もあります。今後の道長に注目ですね。続いては中堅グループから馬犬の二人です。2011年にデビューしたセクシーゾーンですが、これまでにメンバーの松島聡さん、マリウス陽さんの2人が体調不良のため活動を休止しています。昨年デビュー10周年を迎えましたが、今後のグループ活動がどうなっていくのかとファンは不安を感じているようです。そんなセクシーゾーンの最年長にあたる馬犬の2人ですが、なんと不仲だったことを本人たちが認めているのです。2人が氷河期と言われるほど不仲だったのは2013年頃から2016年まで。セクシーゾーンは CD デビューをきっかけに作られたグループで、それまではバラバラに活動していました。中島さんと菊池さんは BI シャドウとして、現在 SixTONES の松村北斗さん、高地優吾さんと共にグループを組んでいたのですが、セクシーゾーンのデビューに伴って自然消滅。松村さん、高地さんは突如として所属グループを失ってしまいます。菊池さんはそのことがどうしても納得がいかなかったのだそう。また菊池さんはデビュー当時を振り返り、キラキラの衣装を着てアイドルらしい振る舞いを求められることに違和感があったと話しています。このようにセクシーゾーンとしてグループ活動に前向きになれない菊池さんと中島さんの溝はどんどん深まり、ファン向けの有料ブログで公開喧嘩をしたり、テレビの収録中にもかかわらず無視し合ったりと、二人の関係はもはや修復不可能なレベルかと思われていました。そんな二人ですが、2016年に菊池さんが中島さんのソロコンサートを見学したことがきっかけで仲直りしています。現在は揃って CM に出演するなど、仲睦まじい姿を見せてくれていますよね。個々での活動が目立つセクシーゾーンですが、ファンのためにももう不仲には戻らないことを祈るばかりです。続いてもキスマイフット2から藤北の2人です。キスマイフット2はセクシーゾーンと同じく2011年にデビューした7人組グループです。デビューしてしばらくは藤ヶ谷さん、北山さんと玉森裕太さんの前列3人と後列4人では衣装や歌割りに格差があり、ファンの間で物議を醸していました。そんな当時、藤ヶ谷さんと北山さんの人気は7人の中でも群を抜いて高かったそうです。互いに人気もあり、目立つポジションにいた2人はどうして不仲になってしまったのでしょうか。結論、2人の不仲の原因になった明確な出来事はないようです。しかし、2人が公の場でコミュニケーションを取ることは少なく、それを見たファンから藤北は不仲だと言われるようになってしまったと考えられます。現在グループは活動11年目に入りましたが、今もなお藤北の不仲は終わっていないようです。それどころか、コンサート中の MC の雰囲気が悪く、このままでは脱退や解散もあり得るのではないかと心配する声も多くありました。
二人があまり話さないのは、裏を返せばわざわざ話さなくてもお互いを分かり合えているということなのかもしれません。ただ、今も藤北の仲を心配するファンが多くいることも事実です。今後15周年、20周年に向けて関係が改善されるといいですよね。続いては CD デビューを目指すジャニーズ Jr. から22人組の大所帯グループ少年忍者の2人です。少年忍者の一部メンバーは女性との写真や LINE のやり取りなどプライベートの流出があり、中には真偽が不明なものもありますが、その素行についてはファンの間で問題視されています。そんな中、2020年9月に衝撃的な音声が流出します。現在は削除されていますが、ツイッターのとあるアカウントに、ムカダさんと思われる男性が黒田さんとの関係について話している音声が投稿されたのです。そのアカウントには他にも、黒田さん、深田さんがやらかしと呼ばれる悪質なファンと個人的に関わりを持っているとして、写真や LINE のやり取りが投稿され、ファンは大きなショックを受けました。投稿された音声では、深田さんと思われる男性から、普通に黒田くんとあんまそんな関わりたくないと黒田さんと距離を取りたがるような発言があり、ファンは2人は不仲なのだと受け止めざるを得ない状況になったのです。とはいえ、少年忍者は大所帯グループで人数が多い分、馬が合わないと思うメンバーがいても仕方ないのかもしれませんね。現在もその人数の多さや度重なるメンバーの流出によってグループ解体を望む声も多く上がっている少年忍者。真面目に活動に取り組むメンバーが報われる結果になることを願っています。最後に紹介するのは国民的グループ嵐からこの2人です。二宮さんと松本さんは共に1983年生まれで、グループの中では末っ子です。ファンの間ではスエズと呼ばれています。仲良しグループとして知られる嵐ですが、活動休止直前にまさかの不仲説が浮上しました。きっかけとなったのは2019年の二宮さんと一般女性の結婚です。この時嵐はすでに2020年いっぱいで活動を休止することを発表していて、デビュー20周年を記念した全国ドームツアーを行っている最中でした。発表に際し、メンバーの桜井翔さん、相葉雅紀さんからは祝福のコメントが発表されていましたが、松本さん、大野聡さんからのコメントは発表されませんでした。ショックを受けるファンの気持ちを考慮してのことかと思われますが、その後も二宮さんと松本さんの間には微妙な空気が流れていたようです。この後のコンサートで二宮さんと松本さんのコミュニケーションが極端に少ないと言われたり、出演した音楽番組では二宮さんと松本さんだけが肩を組まなかったりと、それまでの二人と比べると距離ができていたのは明らかでした。ネットフリックスによる嵐に密着したドキュメンタリー番組嵐ズダイアリーボヤージュでは、大野さんがニノのこともあるしと意味深な発言をしていたこともあり、二宮さんの結婚が嵐の関係性に大きく影響したことは間違いなさそうです。ファンを大切にしながら地道に活動を続けてきた嵐にとって、活動休止前かつツアー中の結婚はメンバー間でも素直に受け入れることができなかったのかもしれません。このように二宮さんの結婚をきっかけとして不仲説がささやかれるようになった二人ですが、結婚発表直後に行われたコンサートの開演前に固く握手をする姿が先ほど紹介した密着番組で映っています。握手自体はメンバー全員と交わしていたものですが、これまで通り握手をする2人の姿に安堵したファンも多かったようです。以上、不仲なジャニーズメンバー5組を紹介しました。今後この5組の関係がどうなっていくのか注目です。他にも不仲なメンバーがいましたらコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。